はいどうも、エスペロ TV のゆうきとひろきです。はい、今回はですね、はい、前回に引き続き、アラフェス2020の、アルバムのベスト1位を大予想ということで、はい、はい、2人で予想していきたいと思います。はい、はい、ね、アルバム前回はまあシングルの1位を予想ということでしたけど、はい、アルバムの中から1位なので相当の曲数の中から選ばなきゃいけないんで、そうなんですね、めちゃくちゃ難しいと思うんですけど、はい、予想していきます、はい、じゃあ決まったんですか、決まってるということで、はい、ヒロから、はい、もう僕は予想したのは、まあ、5x20、ああ、はいはい、一緒ですか。いや、なんかかなとか思ったりもして、ね、いやもうでも、はい、本当にこれは純粋に今まであの嵐さんがやられてたツアーは行けなかったので、うんうんうん、確かに聞くことができなかったんですけど、はい、まあ、実際本当に会場でね聞いてみたいなって曲だし、はい、すごくいい曲なので、うん、ですね、はい、5x20にしました。可能性はかなりありますねこれは。はい、はい、僕はえ、投票は何にしたの？なんだっけな、なんか僕実際投票したんですけど、うん、忘れました。ちょっと忘れちゃって、もし嵐のリボーンが、アルバムのその中に入っているのであれば、うん、嵐リボーンが選ばれるんじゃないかなと思います。あ、いいですね、はい、確かに俺もね、嵐の嵐から20年経って新たな形で生まれ変わった嵐曲のね、うんうん、確かに披露してくれたらすごく嬉しいなと思います。はい、はい、こんな感じですかね。はい、はい、5x20 と嵐リボーン、はい、はい、僕らで予想してみました。はい、はい、ということで次回はですね、ね、嵐のカップリングの曲第1位を予想してみたということでやっていきたいと思います。はい、ぜひそちらもご覧いただければなと思います。はい、はい、皆さんもぜひ予想してみてください。はい、はい、では今回の動画はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。